はい。皆さん、こんにちは。ワンダリングルビジです。今回は、プレイステーションのゲーム、沈黙の艦隊、立浪編の続きをプレイしていきたいと思います。ミッションの13からになります。米第3艦隊指揮官、アラン・B・ランシング少将が指揮する、極東における米国の力の象徴である太平洋艦隊に挑むという内容です。通常型派遣水艦、立浪で、この、アメリカ軍の力の象徴、太平洋艦隊に挑んでいくというね、かなり厳しい戦いになるかなというふうに思います。敵艦隊の主力は、不沈空母ミッドウェイ。かなり苦戦をするのは前回の対空母戦でも明らかになったので、しっかりとね、プレイの方はやっていきたいと思います。まずは何と言っても、魚雷の数ですよね。マーク48の魚雷に加えて、マーク50の魚雷、そしてシーランス。で、残りを、アトムミサイルで埋めていくと。こういう感じですかね。カッターをちょっと持っていく代わりにハープを持っていきましょう。こんなところで出撃をしていきたいと思います。では、ミッション画面に。入ってきました。とにかく敵が強力なので、早期発見、早期攻撃。本当に先制攻撃が重要になってくると思います。速力20、進路100、このまま、敵の発見に努めます。敵の機関、主力、空母ミッドウェイ。これを発見したらね、即時、撃沈に入っていきたいと思います。まずは、敵の対水ヘリが飛んでくる様子があるので、進路を深めに取ります。進路200まで進行。いきなり、排水弾、できましたね。こっちはデコイでこれを回避しましょう。回避したので、これに向かって敵の主力を探しに行きましょう。今、画面の上部に敵の艦影を見つけましたね。うわ、次々に敵が耐水弾を、これでもかと放ってくるので、これも回避だけでも一苦労しそうですね。しょうがない。またデコイをここで撃ちましょう。本当はね、デコイ。まだまだ使う場面あると思うので取っておきたいところなんですが、命中した。食らってしまった。ただこの命中を食らったのを、なんていうのかな、隠れ蓑にして、ここで一気に敵の数を減らしましょう。そんな部位なんかもね、敵は下ろしてきてるようなので、こちらの位置はね、おのずとバレてくるというところかと思います。追われてるような状況もある。まずは一石撃沈、ビンセス。さらにハーブミサイル、放っていきます。とにかく爆発のノイズが走ってるところを目指していきましょう。ノイズからノイズへと移って敵の誘導弾をかわしていくというね、そういう戦略ですね。命中。バリフォージを沈めました。そして後ろにも敵艦がいるのが見えたので、ちょっと旋回して、後ろから迫ってきている敵艦にも攻撃を加えていきましょうという中で、さらにというところですね。非常に厳しいな。もらうの命中。なんとか撃沈。こちらは寸前のところでかわせてますね。ありがたい。今のは直撃を覚悟した中だったので本当にありがたいところでした。さあ、命中。これも撃沈でーす。それでは、まずは
敵の、位置、ソナー反応が出てるところを中心に、ね、探っていきましょう。これも命中するかな。かわしきった。ありがたい。何個か爆発に敵の航空機が巻き込まれてくれているというのがあって、少しずつ状況は好転してきているところはありますが、それでも敵の攻撃激しいので抵抗を打って、なんとかね、敵の攻撃を回していきたいところですね。もうただデコイが一発しか残ってないような状況なので。さあ、敵の前方、ちょうど正面にこちらも出ているようなので、ここはハープンのミサイルを乱撃してですね、まずは、敵の空母、ちょうど空母、ミッドウェイを捉えていたんだな。狙い撃ちしましょう。命中。ミッドウェイに命中してます。そしたら、すかさずこちらは、別の方にハープンを撃って、蹴散らしていきましょう。命中。駆逐艦ヘイト。これを撃沈してもらいます。さらに、ミサイル撃っていきたい。まずは、ただ迫ってきている敵の海水弾を、このデコイ、最後のデコイですね。最後のデコイでかわしました。もうデコイは残っていないので、あとは攻撃あるのみですね。ちょうどだ、どうだろう。敵のミッドウェイの横に出てるので、ここはね、方向を変えて、制して、魚雷を一斉に撃っていくチャンス到来というところで、マーク48の魚雷。優先弾で出します。こちらも直撃弾を受けた。これによってワイヤーが切断されましたね。では敵の空母ミッドウェイの下をくぐり抜けて後ろにつきましょう。ウェイキー、ここにねついていきます。さらに囲まれているので敵の数を減らすという意味でできるだけ多くの艦を狙い撃ちしていきます。ちょうど直上に今ミッドウェイがいますね。これだとどうしようもないので距離を取らなきゃいけないな。本当に良くない状況で、ですよね、これね。敵の数も非常に多い中。これ以上の直撃弾はもう絶対に避けなきゃいけないですからね。かわされた。ただこちらもなんとかかわしきって、
ここでハープンミサイル、残ってるものを使って、これ絶対に当てたいですね。当たれよ。命中。4本刺さった。撃沈。際どかったなぁ。なんとか、ミッドへ沈めることができました。苦戦しましたね、今回も。まあ、苦戦したので、まあ、評価は A 止まりというところですね。はい。では今回は空母ミッドウェイの撃沈に成功しましたが、ちょっと苦しくなってきてるので、まあ、立浪のレベルアップ、スキルアップ、ステータスアップももちろんそうなんですが、相関面でも、さらなる、修練が必要かなというふうに思います。では、今回ここまでさせていただいて、次回ですね、またこの続きをプレイしていきたいと思います。